オキシリピン類の構造。オキシリピン類は少なくとも一段階の二酸素依存的酸化を含む経路によって脂肪酸から形成される酸素化天然ものの一群である。オキシリピン類の多くは生理学的重要性を有する。オキシリピン類は植物、動物、菌類を含む高気性生物において広く見られる。典型的にはオキシリピン類は 組織には貯蔵されず、要求に応じて、エステル過体から、戦具体脂肪酸が有利することによって形成される。オキシリピン類の生合成はジオキシゲナーゼあるいは、モノオキシゲナーゼによって開始される。しかしながら、非酵素的自動参加過程もオキシリピンの形成に寄与している。ジオキシゲナーゼは、リポキシゲナーゼ、エムイゾン的脂肪酸オキシゲナーゼ、シクロオキシゲナーゼを含む。 脂肪酸、ヒドロペルオキシドあるいはエンドペルオキシドはこれらの酵素の作用によって形成される。オキシリピン整合性に関与するモノオキシゲナーゼは、シトクロム P450 スーパーファミリーに属し、二重結合を参加し、エポキシドを形成したり、飽和炭素を参加し、アルコールを形成することができる。自然界では、オキシリピンを二次産物に、 代謝する数多くの酵素を進化させてきた。それらの多くは強い生物活性を有している。特に重要なのは動物におけるシュトクロム P450、植物、加藤動物、バクテリアにおけるヒドロペルオキシド代謝酵素のサイプ74、ファミリーである。植物界及び動物界では C18 及び C20 高不法和脂肪酸がオキシリピン類の主要な栓具体である。 炭素数20の必須脂肪酸から合成されるため、エコサノイドと呼ばれる動物における、オキシリピン類は、例えば平滑筋や血小板に対して、強力な気候作用を有する。あるエコサノイドは、炎症誘発性であるが、レゾルビンやプロテクチンなどは抗炎症性であり、組織損傷に続く、硝酸過程に関与している。植物のオキシリピン類は主に個体発生や、 生殖過程の制御、様々な微生物病原体やその他の害虫に対する抵抗性に関与している。ありがとうございます。